はいどうも、福袋大好き沼田です。今回はおしゃれ文具のスミスのね、福袋を開けていきたいと思います。デルフォニックス系ですね。デルフォニックスとスミスの違いはこんな感じだそうです。はい、では一つ目、じゃじゃん、5パーツホルダー385円って感じですね。おいいじゃないですか。はい、もうね、もうこういうクリアファイルはね、もういくつあってもいいですからね。うん、しかも結構無難な色、うん、デルフォニックスにしては結構無難な色ですね。はい、続いてこちら、じゃじゃーん、ロルバーンフレキシブルカバー英語、いいじゃないですか。うん、これは当たりですね。色も無難だし、もうこれで元取りましたね。僕的にはもうこれで満足です。うん、まあ定価ではこういうのはあんま買わないですけども、定価でも買っていい柄ですよね、アイテム。うん、なんかいくつかセールになってるんですけど、これはセールにもなってない、本当に当たりですね。続いてこちら、こちらは、まあ定番商品ですかね、ロルバーンのポケット付きメモ L803 円。まあちょっとお花がね、ちょっと男性にはって感じですけど、まあ色味はまあそんな悪くないですよね。はい、続いてこちら、こちらはプロテクターですね。さっきのお花の方の、メモ L の、まああれですね、ちょっと今知らずに間違えてこっち開いちゃいましたけど、はい、こんな感じで使うそうです。続いてこちら、レアリゼレターセット660円。まあ、うん、まあちょっとね、まあ使わない色ですけど、まあレターセットはまあ僕結構ね、文通とかやってたんで、はい、まあ結構うるさいんですよね、レターセットには。で、フェイブレターセット、ちょっと僕が書いたら気持ち悪い色味ですよね。まあちょっとファンシーな感じで。続いてこちら、じゃじゃん、レアリゼジッパーケース660円。まあさっきのやつと同じ柄ですね。うん、まあはい、続いてレアリゼポチ袋、はい、ポチ袋は何個あっても別にいいかなって感じですよね。続いて、フェイブジッパーバッグ、まあ使わなそうですけど、まあね、さっきのピンクのレターセットよりはいいかな。うん、はい、続いて、一筆箋ですね。うん、まあ一筆箋はまあ使う、ギリギリ使うか使わないかって感じですね。まあありかな。うん、続いて、ザザーン、通帳ケース。まあ、これは、そうだな。通帳ケース、なんかなくしちゃってるものもあるんで、使おうと思います。はい、続いて、こちら、ザザーン。これはですね、ノワールハーフジップケース。実は本革なんですよね。これがね、いい色だったらもう本当に、すげえ当たりなんですけどね。ちょっとピンクかよ。本革なのに。はい。ということで、続いてはロルバンブックマークですね。これはまあなんかね、手帳でここだよっていうのをなんか、まあしおりですよね。はい、しおり、手帳用のしおりって感じです。続いてザザーン、インナーキャリング XS、まあ、なんかいつも似たような入ってますけど、うん、まあこんな感じのね、布でできた、いいんじゃないでしょうかね、インナーバッグとして。はい、そして最後、実は、マスキングテープも入ってました。ということでこんな感じですね。まあ全体的にいいんじゃないでしょうかね。まあ結構その手帳で、最初のね、あのこういうの手帳でも結構もう今回の福袋買ったなって感じでしたけど、まあでも冷静に考えると他のはあんまり使えなかったな。まあ一個ではまあ当たりがあればいいかなって感じです。以上です。ご視聴ありがとうございました。